信頼できるところに預けてきた。心配するな。ちょっとがめつい上に自分の民になれとうるさいが、白騎士の名にふさわしく信頼を裏切る奴らではない。おお、誰に預けたかと思えばやはり騎士のお嬢ちゃんたちだったのかい。その方もピルグリムなんですか？はい、クラウンとチャイムといって王国の主になろうとする可愛い姉妹たちがいます。あなたたちが言うなら、まあ信頼できる人たちなんでしょうね。もう夜通し泣き続けることもなく、一人でお留守番を任せられるほどに。毎日飲酒と卑猥な話と拾い食いをすることは問題ですが、その他は平和に過ごしておりますわ。ばっかり学習してるじゃない。別の意味で完全体になりましたね。ですが健やかに過ごしておりますわ。そこはご安心くださいませ。ご心配なく。私は決して民を見捨てませんわ。何があっても。もちろんでございます。でもスノーホワイトたちは何をしてるのよ。マリアを他人に預けるなんて。自分たちが責任を取るって言ってたのに。お嬢様、よろしいですか？ええ、この方たちは知るべきでしょう。ずっと探し求めていた反撃の糸口を見つけた。だから少しの間頼んだ。今話せるのはここまでなのだ。その通りなのだ。だからこれ以上は聞かないでほしいのだ。マリアの話もなのだ。これ以上話すと合わせてやりたくなってしまうのだ。何よ、見かけによらずいいやつだったのね。見かけによらずとは失礼なのだ。